水どっちがいいですか？霧島の方が硬い。ツナンだと思うけど、これは軟水。17と150。17の方がいいかも。やっぱり軟水の方がいいの？の方が、なんとなく僕らはいいような気がする。普通こういうのって一人で二つ飲んで味の違いとか感じるんちゃうの？いや、どっちがいいっていうだけ。企画ではなかったんや、これは。そうそうそう、どっちがいいかなって。マジか、こんなん普通飲み比べるんじゃん。そんなん普通なことはせえへん。マジか、めっちゃ肩透かしい。キヨさんのとことん過激に行ってみようか。はい、皆さんこんにちは、こんばんはでございます。10月5日かそうですの、配信となります、本番がの時は結構体重グッと減るのに、やっぱり本番終わってからいただいたお菓子とかでどんどん太ってくれるキヨさんです。そんなことは関係ない、いつも太ってます、中野人です。うちの歌劇団の女庭師が終わりまして、どうでした？大盛況でございまして、今回はカバーキャストで古谷君っていうね、元琵琶湖ホールのテノールのすっごい僕大好きな声なんだけど、その古谷君に入ってもらって、ゲネプロの2日目はレチタティーボは僕が歌うんやけれども、曲に入ってからは彼が歌うっていうやり方をしたんです。ああ、なるほど。そうで、本番2日やったんですけど、やってみて思ったのは、あともう1回行けたなって。そう、月曜日本番でも俺いけるんちゃうってぐらいの体の余裕感があったね、めっちゃ走り回んのよ。はいはいはい、なんかええ感じでこうなんか体使えたなって感じ。あれなんじゃない、年とともにこうなんか抜きどころがうまくコントロールできるようになってきたんじゃない？それはあるかも。常に怒ってる役やから、そのリアクションもアグレッシブやから、はい、そういう意味ではなんかずっと体動かしてたって感じ。もう足パンパンになったけれども、程よいこうなんかこう運動した疲れみたいな、それを4日もやりゃ、まあ、2キロ半から3キロ痩せる。でもいただいたものが小麦とバターと砂糖の塊やったりするから、太るよね。なるほどね、皆さんいつもね本当に、ね、差し入れね本当に ありがとうございます。たくさんいただいて嬉しい反面なんですけども、もうそろそろ私も年も年ですので、皆さんお気持ちだけいただきますので、また次の時のねコンサートとかオペラとかにご来場いただく方がひょっとしたら嬉しいかもしれません。はい、そんな感じかな。はい、というわけで、本日のメインに行きましょうか。はい、本日のメインはこちら。ほい、あれどれ、それ、あ、これこれね、どうですか、皆さん買ってくれてます？あ、なんかね、この間女庭師にこれ挟み込ませてもらったんで、なんかそこでなんか行きたいですっていうご連絡とか、うちの母親のお友達とかが、買いましたとかっていうのを連絡はありますね。なるほど。あ、女庭師の直後ぐらいかな、なんかね、申し込みフォームにもちょこちょこっとあった。ああ、良かった良かった。なんかね、不思議なことに、キヨさんのチケットピアで1個も売れる。へえ。入力フォームに来ることが多い。あとは多分キヨさん直接連絡行ってるのかなと思って。はあはあはあ。で、例えばね、クラリネットアンサンブルとか、ピアノとかは、みんなピアで買うね。へえ。同じクラシック業界って言っても全然チケットの買い方にか違うねん。なるほど。何やろその違いは。何やろ。多分声楽のお客さんってもともとね、よく業界知ってる人やったら皆さんがチケットを手元に持って苦労してるの知ってると。だからチケット買うんだったらなるべく本人から買ってあげなきゃと思ってると思うんですよ。でその習慣は、例えばこの主催は全然自分チケット関係ないねんとか、そういうことは関係ないでしょ。だからやっぱりキヨさんの催し物行きたいって言ったら、キヨさんに連絡取らなきゃがスタートになると思う。はあ、そうね。確かにうちの母親に連絡することが多かったみたいね。なるほどね。オケのチケットってオケのメンバーから買わないでしょ。確かに。だからもともとプレイガイドで買う習慣がついてるんやと。なるほど。いやだからね、 AFF の仕組みでね、手売りダメよって言われて、いやちょっと業界の状況考えて言ってくれよ。そうあれちょっとアホちゃうかって話よね。確かに、まあ、今回ね、どんだけ売れたかっていうのが結構助成金の額に
影響するから、手売りって言うたもん勝ちやん。あの実は10枚しか売れてなくても私100枚売りましたって言ってその100枚を団体の口座に自分のポケットマネーで入金したら分かれへんやん。なるほどね。だからちゃんと検証可能な形でっていうことになるとじゃあプレイガイドで売りなさいっていうのは理屈としては分かんねんけど、なるほどなるほど、ただ実態こんなもんですよ。逆にそのプレイガイドでやることすらも手数料がかかるからあれやけれども基本的にはその主催者側が買ってしまっても分からへんもんね。それを言うなよ。ねえ、いやだからほんまだからその辺なんかどないやねんちゅう話。なんかねコールセンターの人も、うん、なんかこの間ある人が問い合わせしたら、うん、自分たちで買ってそのチケット手売りしたらって答えたっていう人の話を聞いたよ。そうやろ、それってさどないだんねんって話だっす。だから制度を考えたときはおっしゃこれであの適当なこと言うてくるやつは排除できるぞよっしゃって思いついたのはええけど蓋開けてみたら全然だったっていうのは業界関係者の生の声を聞かずに制度を走らせてしまったら業界の人が困っただけやったっていう意味ではアダルト系のビデオのなんか使ってた、 あるね、あれも実際働いてる人がやんやん文句言ってるんですよ。そうそう、あとあの今度のインボイスのインボイスもね、あれもうほんまマジでやめてほしいねんけど、めんどくさいだけでさ、うん、ちょっとお上の皆さん何とかしてくださいよ。あのねどうかしてますわよ、ちょっとほんとやり方も、うんうん、あのお金の流れを丸裸にして全部明らかにして回収できるところは全部回収しようっていうのが腹積もりなんでしょうけどね、うん、まあそういう意味で言うとサラリーマンの人は何のごまかしようもなく全部の収入を持ってかれてるわけやから、うん、まあそれと平等になるんかもしれへんねんけど、あの私はそんなに稼いでませんので。そう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 言うても経済社会の端っこやからね、うん、ネットでオペラ歌手はどれぐらいの年収があるかみたいな書いてあったやん、うんうん、あんなない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  どんだけ一部の人間の話しとんねんって感じ。あれ平均年収が700万か800万くらい。ないないない、ちょっとほんまあれじゃない、日本にオペラ歌手3人ぐらいしかおらへんのちゃう。実はもちろんトップクラスになりゃそれぐらいあるやろうけれども、でもトップクラスってもっとあるんちゃうの。もっとあるよね、うん、もっとね、うん、でも平均やからさ、うん、あそうね、うん、ちょっとあのあれああいうのほんまやめてほしいわオペラ歌手そんな稼げてないですよ。普通より下ぐらいな感じ。もうほんまになんとか生きてますねわしら、霞食って生きてません。もういやまあそれで言うたらあれを見ながら僕思ったのは、ああ関西にオペラ歌手って多分一人もらえんのかなと思いながら見て。いやおるおるおる、関西にオペラ歌手おるよそら、うん、いやあの値段のことって言うたらやろ、うん、うん、でも大学の先生の給与とか指導者の給与外してオペラ歌手としての収入があんだけある人っておる。おるやろ。おるか。おるとおるで、おる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 、多分おるわ。ちょっとパッと想像したもん、あの2人ぐらい、3人ぐらいおる。何て、あの関西でオペラ歌手数人しかおらへんな。ということになってくるよね。でもおるんや。うん、おる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 。うん。あのオペラだけじゃないから、コンサートもあるから。ああ、そうか。そうそう、宗教曲とかもあるから。あ、宗教曲はね、意外とね、こんな言い方したら悪いですけど、コスパはいいらしいですよ。あ、まあ稽古回数少ない。うん。からあの自分あのオケと一緒やもんね。そうそうそう、自分のあのなんていうの、あのレパートリーってなったら、うん、もう全然心配ないらしいですし、うんうん、オペラはやっぱり動きがあるからね。ああ、そうね。その分のお芝居のねこうすり合わせの時間が必要になってくるからね。で毎回あの演出違うし、ね、そう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 。あ、宗教曲じゃなくてもあれだね、あの12月に大工で荒稼ぎする人もいるね。昔はもうなんか大工で家が建ったっていう話もあるぐらいからね。最近そんなにラッシュならへんね。ならへんならへん、もうあの合唱団も減っとるし、あのそういう時代もあった、そんな時代もあったねと、いつか笑える日が来たわや、ほんまごめん。あれももうないんやろね。ないないない。いやほんまに25年ぐらい前狂ったように大工やってたよね。やってた、もう本当にね、もうあのバブルの時からバブル弾ける前ぐらいまでね、うん、もうずっともう毎晩フェスと泉ホールでね、うん、シンフォニーホールとこの3つのホールでもうずっと大工しかやってへんかったね。あれでもね、僕ね実は分かりやすくて本当に素人のお客さん呼ぶっていう意味では実は良かったんじゃないかなって気がする。いや良かった良かった、うん、あのなんかそんな大工ばっかりやってみたいなのあるけど、まあでもやっぱりイベントですよ。うんうん、
ところでですね、はい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 、このこれね、キヨさんのやつですよ、うんうんうん、売るのでね、うん、前回どうやったら満席になるのみたいな話をしたら、はいはい、ちょっとキヨさん番組史上最速で回っているので、うんうんうん、なんかね、そんな話もできたらなと思ったんですけど、うんうんうん、あのね、うん、僕は、まあ、自分もそんなに大したものを作ってないんですが、あえての苦言を言ってみてもいいですか。どうぞ。西宮の芸文からね、うん、演奏催し物のチラシが送られてくるよ、うん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 、何ヶ月かに1回、それを見て僕いつもやってることがあって、うん、全部演目も出演者も知らないとして、パッと見た時にこれに興味があるかないかっていうのを選別するの、うんうんうん、2種類に、うんうん、で興味がないの方にほぼ全部クラシックのチラシがいくね。あで面白そうやな、これなんかちょっとどんなんなんやろうって見てみようと思うやつは、うん、大概演劇やね。あなるほど。クラシックの演奏会のチラシ、まあ次回も込めて、うんうん、興味ない人が見た時にすんげえ興味ない。なるほど。え、何これ気になるっていうのはなかなかない、うん、まあそこをちょっとでもと思ってインパクトのある写真をとかいろいろ思うんですけどね、うん、なんか選挙のポスターみたいよね。ああとか俺チラシみたいやなと思う、いつも。スーパーのチラシ。スーパーのチラシ。はい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 、なんかごちゃごちゃしとるなって感じ、うん、スタイリッシュなもんってあんまないなって感じ。あとね、それで思い出した、コピーが書いてあるわけ、うんうんうん、でそのコピーを見て、うん、大体誰にでも当てはまることしか書いてないなっていうのをでよく見かけんのよ。魅惑の歌声とかね。あ、そう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 、ああ、うん、ああいうの結構でって感じがするよね。そうそうそう、そういうね、うん、なんかね、この人らしさっていうのが全く伝わらない文言が並んでいる。これ多分写真と名前差し替えても別の人のやつに使えるなみたいなのが出来上がっちゃう。あ、分かる分かる、それ言うてること分かるわ。オーケストラの催し物のチラシでも多分オケの名前変えて別の楽団のチラシですって言っても何も違和感ないぐらいにしかなんかオリジナリティが分かれへんな。まあ確かにね。ほんでマエストロの写真とかも大体もうみんなこう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 とかって言ってるポーズは大体一緒やもんね、うん、だからね、例えばその某指揮者みたいに、まあ、某指揮者って頭の中に2人出てきたけど、うん、ひたすら熱いっていうだけを強調して熱苦しさのポーズの写真とかを使ってるのはマーケティング的にはすごくいいわけ。なるほどなるほどなるほど。もう分かるやん、うん、もうそういう演奏するんですねみたいな、うんうん、面白いなって思えるものが少ないなって実は思っている、うんうん、で僕なんか昔オペラの関係のことやってたじゃないですか、うんうん、その時にやっぱり作ろうとしたら演者さんがチケットを大半売るわけよ、うんうんうん、だから演者さんがチケットを売りやすいチラシを作らないと、うん、演者さんから NG が出る、うんうんうん、だからそうするとなんかね、どうしても無難なというか、うん、ちゃんとみんなの写真を載せるとかちゃんとみんなの名前を載せるの方が重要事項になってしまって、うん、で結局デザイン的にはなんとなく、うん、人がこうこれはどうなんこれはどうなんって言ってるっていうのを全部反映して大体おとなしく収まっていくか、やたらにぎやかになるかもしれないね、うん、やたらにぎやかになるの僕好きじゃないのよ、うん、あれはちょっともう今なんか喋り方ありやな、ミルクボーイみたいな喋り方してた。なるほど。わしちょっとあれはちょっとかなんのよみたいな感じで、はいはい、海外 の演奏会のチラシとかね、うん、こう配り物ってもっせシンプルなもの多い。あ、おい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 。でその代わりディスプレイとかのポスターとかデジタルサイネージとかでドーンって広告してるやつがすっごいかっこよかったりする。わかる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 。なんか、うん、そう、配り物はただのメモやね。そう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 。ノーティスって感じ。うん。そうそうそう、インフォメーションを伝えるためのだけのノートと、うん、で実際に広告をするためのデザインされたものっていうのが全然違ったりするよ、うんうん、違うね。あとチケットが
適当。そう。あとプログラムも意外と適当やね、うん。あ、適当やね。ヨーロなんかこう海外のやつとかって。なんか紙にさっき開演前にコピーしましたみたいな。そう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 。なんかあの無理やり事務所で印刷しましたみたいなさ。うん、なんかそんな分厚い冊子みたいなさ、なんか感じじゃなくてさ、なんかへえそんなもんなみたいなさ。で僕だからこういうのを作るときに本当は清原邦人さんを知っている、うん、演目も知っているみたいな人に向けたものと、うんうんうん、そんなものこいつ誰やねんって言うてる人に配るようなものが2種類あったらいいのかなと本当は思う、うん、これどっちなの立ち位置としてはね、僕も自分でやってて思いながら中途半端やね、うん、全然知らん人に向けては、動画配信、うんうんで、なんかちょっとキャラクター的なところは出していけたらなぁと。だからこれは僕の中でノートの方。なるほどね。どちらかというと。うん、まあそうやね。で、だからそういうのを2種類じゃあチラシは作られへんかったら、チラシは演者さんがチケットを売りやすいための、いわゆる、従来のもの。その代わりに例えばネット広告はもっとはっちゃけて、うん、普段はライブに行ってる人向けにお知らせだったりとか、うん、そういう風に分けるとかってのもありかなと思って。8公演やるじゃないですか、うん、実はジャンルによってこのチラシの使い方全然違うんよね。そうやと思う、うんうん、だからそれも結構ね悩ましいとこなのよ、うん、そのなんかお客さんはクラシックファンっていうなんか一つの箱のところに固まってるわけじゃなくて、うんうんうん、結構バラバラなんだよね。そう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 、まあ、僕も含めてこれ演者が考えることじゃなくて主催者ね、うん、まあ、キヨさんが主催者になることもあると思うんだけど、うん、はね、なんかもうちょっとクラシックじゃないとこ の、うん、あの案内物とかお知らせとかに目を配った方がいいような気がする。わかるわかる、うん、ほんませやねん。もっと例えばライブとかの話まで見ていったらさ、うん、こういかにこう私たちが遅れたことをやってるのかっていうのを実感させられるからね。いや本当にね、まあ、あのネット関係の何そのあのチケット と、うん、とかね、うん、ああいうのもごっつ遅れてるんですよ、うん、そんな難しいことやったらご年配の方らであのそんな触られへんからみたいなことってよくあるじゃないですか、うん、いやそうなんやけれどもな、でもそこをちょっとやってくれへんかったら逆に若い子らが来れへんようになるからなっていうのってさ、うん、でなんか極端な話だけどさ、中国とかさ、ああいったアジア系のとこってさ、電子マネー、うん、そうせえへんかったら生活できへんぐらいのレベルで普及してるやんか、うん、そら普及するよねって感じ。日本ってさ、このできない人がいるからできない人に合わせていこうが多い。それはね、僕実は思ってて、実はここの公園ってね、うんうん、ほぼ全ての、クレジットカードと、うん、キャッシュレス決済が実はこの公園とかも使えるのよ、うんうん、で、1年ぐらいかけて、うん、最終的に現金をやめようと思って、うんうん、っていうのは、受付とかって、うんうん、現金を扱う時点で大量に吊り銭を用意しなきゃいけない。そう。で、やっぱりあのやり取りとかもね。うん。うん。ほんで大体どの公園行っても受付にはアルバイトの子1人か2人しかいないでしょ。うん、そう思うとね、安全のことを考えてもここに現金はありませんっていう方がいいなって。うんうんうん。だからね、なんかね、いろんなご意見あるんですけども、僕らのご意見はご意見で、ちょっとなんかこう、皆さんちょっと知っといてほしいな。お客様は神様だし、それは言い方、僕嫌いな言葉だけども、でもお客様は大切にしなきゃいけないなと思うけれども、でも、この業界そのものをね、なんかお客様も含めて、なんか次のステップになるためには、なんかこうそういったなんか電子決済的なものとか、苦手でもちょっとやってくれたりとかする方が、僕はありがたいなと思っててね、なんかね、業界自体をアップデートしようっていう発想とかね。そうで、やったら絶対便利なの分かってるから実際流行ってるわけでしょ、うん、で僕もね、この間その話を人としてた時に、うん、そうは言ってもなみたいな話をしてた相手がね、うん、よう考えたら商店街の八百屋さん現金しか使われへんから最近行ってへんわ、うん、でやっぱりそうなの結局、うん、だんだん僕も食べに行って、すいません現金飲みてって言われてイラッとするようになったもんね。ああ、それはお前心根が狭すぎるけどや、もう一つこうみんなで一緒に業界をお客さんも含めてね、うん、
なんか盛り上げていってくれたらなっていうのは僕のまあもうほんまに思うとこやね。広報もやっぱりアップデートしてなんかね、この二十数年ぐらいでこういう催し物で何がアップデートしたって言ったらカラーになった以上でしょ、ほぼ。従来通りやってると従来通りのお客さんは来やすいわけ。でも、そう時代からちょっとずつずれていけばずれていくほど新しい人は来にくくなる、私たち多分新しいお客さんを引き入れないともう生きていけないので、ちょっとねその宣伝の仕方とか決済の仕方とか演目とかその配信とかじゃなくって、演奏会をアップデートするっていうのをあるね、ちょっとなんか今後考えていってもいいんじゃないかなっていう気がしております。皆さんそれなりにやってらっしゃるだろうし、そういうこともあの大阪クラシックさんとかもせんか、広くやることによってクラシックを知ってもらおうとか感じてもらおうってことはやってはんねんけどね。でもなんかこうもっと業界全体的になんとかしようぜって思わんとちょっと難しいかなっていう、なんか個人でやったりとかねするのはもう知れてるので、でもうちょっと一発業界で方向を変えてみたいですな。そうですね。あとはね、若い子が自由にやってるものにちょっと期待、なんかもっともっとみんなわちゃわちゃ頑張れ。そうですね。最近ね僕ね若い人に受けるものを作るのは自分では無理だと思い出したの。まあジジイですからね、こういうのとかでもね、10代の子来てもらうためのこれをどうやって作ったらいいか僕には解剖検討がつかないので、まあ10代の子にデザインしてもらったらいいかな。そういうのもあると思うで。そうやな、もうなんか従来の常識気にせずに素材だけ渡すから好きにやってって。そうなんかキヨさんのおでことかにデコられて、そうだからね今ねこうやって見てんねんけどさ、なあの2種類もう1個はこうやって鼻に指突っ込んでる写真とかでもよかった。あそうね、まあ1人だけなんかそれに近いことやってる人がいるんやけど。そうやで、あれなちょっとやばいで、あの人もうあれもうずるいわYouTube だけでもうあの告知動画だけで俺らも何回笑ったかあれ世界でトップクラスの重馬奏者やからね、あの人。ほんまに何さしとんねん3年前絶対こんなことする人になると思わなかったね、はい、というわけで、なんか演奏会をアップデートしようっていうお話でした。でしたね、はい、まあ、 業界全体的に頑張っていきたいですね。素人の方からのなんかご意見とかねやっぱりいただきたいですよね。そうね、でただね結構困ったのは大体みんな思いつくことはいっぺんにあって失敗した結果が最終的にあれもやってこ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 れもやったけど結局なんかずっとここに落ち着いてますみたいなのが結構あるよね。ある。辛抱強くやるっていうのも結構いるかこれね。例えば今なんかここ配信をね、お金かけてやってるけど、配信のメリットそんなないんですよ、やけどずっと続けてみたら何か変わるかも、すぐに結果を求めないことですね、でも結果欲しいねんけどね。何回かやって結果出へんからやめたいって言っても、実はそっからずっと続けてたら今業界変わってたかもしれへんことってのも結構ある。それはあるかもしれへんね、まあその辺のバランスはもうほんま難しいんでね、まあ皆さんで一緒に作っていただければと思います。はい、なんか告知はそれこれね。でもね今これ10月5日でしょ、配信、はい、8日に上方オペラ工房でドンパスクワーレやりますよ。ああ日かぶってなくてよかった。9日はクラリネットアンサンブル花さんです、はい、でその8日ドンパスクワーレをぜひね見に来ていただければと思います。西宮の JR 西宮駅の、目の前にあるフレンテという、ホールでちっちゃいホールでございます。もう手作りオペラでございまして、ピアノ1本でですね自分の身の回りにあるものとか家にあるものとか使ってですね小道具に仕立て上げてお芝居やっております、歌っております。本当にもう面白いと思いますよ。もう今なんかもう、真面目に大人がふざけてるという、まあそんなオペラでございますので、もしよければぜひ皆さんご来場いただければと思います。でその10月その2週間後3週間後にはこちらの歌の日2でございます、そうね10月中はそんなものかな。でも11月の頭にあれがあるのよ、アマンジャクとウリコ姫っていうね、オペラがフェニーチェ堺さんで、
やりますので、これもね、あの短いオペラですけれども、オペラ始まる前に僕がちょっとオペラについてのレクチャーなんかもしたりするので、アマンジャクと売り子姫はあの古瀬さん主役の売り子姫さんやりますよ、売り子姫さん、はいはい、やるので、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。はい、はい、でうちは、10月の15だからキヨさんの前週に井上麻子さんと上田博子さんと藤井良樹さんの演奏会があります。で、キヨさんの翌週には天野正弘さんのチューバリサイタルがあります。西川彩子さんです。23日が噂のヤバい、チューバで兄です。で、その次の週は、高田剛さんでチェロです。あのほぼアンコールピースだけっていう、それはそれで思い切ってるでしょ、すごいね。で、無伴奏チェロはもうやるんですが、お客さんに番号指定して怖っ、あの全部アンプで入ってるので、どれで言ってもらっても好き、あの言われたやつやります。変態がいるぞ褒め言葉です。で、マンタリエリさん、おあのピアノ好きな人みんな大好きカンパネラ、これはいいぞ。で、あのちょっとうちじゃないんですけども、インパクトのあるチラシが11月17日豊中で、竹内直樹さん、はい、で井上麻子さんたちは11月16日に松方でまた本格的プログラムです。やっぱりね、箱がここにあるとインフォメーションって集まってくるんやね。あ、それはあるかもね、うん、というわけで以上でございます、はい、というわけでございまして、10月5日の、配信でございました。楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっとずつね、寒くなってきたりとか、でも今今日はね、あの収録してる日ちょっとね、昼間あったかかったりとかで、ちょっと汗ばんだりとかするんです。まあそんな時期がね続きますので、皆さんあのぜひあのくれぐれもあの体調管理は気をつけていただければなと思います。さあね、コロナも一体どうなることやら、なんかコロナでギャギャギャ言う時間もね、もうなんか疲れてきましたけれども、まあそれでもあの自分の体はちゃんと守りましょう。手洗いうがいはね、あの結構まめにやった方がいいかもしれません。インフルエンザも流行るみたいなんで気をつけましょうね。はい、それではまた次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。では、ここに行くと顔に影がかかる。この辺は、はい、いつになくとっちらかったな。よどむことなくあっちこっちに行ったって感じ。あ、そうね。そう、いつもはもうちょいあっちこっち行くときよどむ。あ、そうね。なんかこうどう行こうかどう行こうかみたいな探ってんの。そう。なんかためらいなく、ためらいなく前向いた。そう、ためらいなく行ったね。よ、そう、いいよいいよ。今の方がいい。よどみなく迷う方がいい。うん。